大野和氏は、日本の指揮者。新国立劇場オペラ芸術監督、公益財団法人東京都、公共楽団音楽監督、バルセロナ公共楽団音楽監督、公益財団法人東京フィルハーモニー、公共楽団警官指揮者、文化功労者。ザグレブフィルハーモニー管弦楽団音楽監督、財団法人東京フィルハーモニー、公共楽団常任指揮者。 カールスルー・ウェバーデン州立歌劇場音楽総監督、ベルギー王立歌劇場音楽監督、フランス国立リオン歌劇場主席指揮者などを歴任した。東京都生まれ、神奈川県立湘南高等学校を経て、東京芸術大学指揮科に入学。ピアノ、作曲を安藤久義、指揮を遠藤正久に指示。大学在学中、20歳の時にテレビ番組、 オーケストラがやってきたの企画で、専属指揮者募集のオーディションがあり、デリックイの上、金光祭の二人と共に専属指揮者に選ばれ、初めてプロフェッショナルのオーケストラ、新日本フィルハーモニー交響楽団を指揮する。番組専属指揮者としての活動は2年間ほど続いたが、その後自然消滅する。大学卒業後、25歳の時欧州に渡り、1986年9月より、 バイエルン国立歌劇場でサバリッシュパターネに指示。1987年アルトゥーロ・トスカニーに国際指揮者コンクールで優勝。1988年マタ、ま、チッチもシェフを務めたクロアチアの首都にある名門ザグレブフィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者に就任。ほどなくして音楽監督も兼務して1996年まで在任した。 1996年から2002年にはカールスルーエバーデン州立歌劇場の音楽総監督2002年から2008年にはベルギー王立歌劇場の音楽監督を務めた2008年からは音楽監督が空席であったフランス国立リオン歌劇場において主席指揮者として活躍を始めた2007年9月29日ベルギィのアイーガを指揮して メトロポリタン歌劇場にデビューした。2012年、イタリア、パルマ、アルトゥーロ・トスカニーニフィルハーモニー、還元楽団主席客演指揮者に就任。国内では、若杉博士率いる東京都公共楽団で指揮者に任命されたのを皮切りに、1992年から2001年まで、東京フィルハーモニー公共楽団の常任指揮者を務め、1995年には、 オペラ・コンチェル・タンテシリーズ・ヒン・デミットのオペラ三部作で文化庁芸術祭大賞受賞、現在は景観指揮者の称号を得ている。2015年4月より東京都交響楽団の音楽監督、また同年9月よりバルセロナ交響楽団の音楽監督を務めている。2016年9月1日より新国立劇場オペラの参与に就任し、 2018年9月1日より同芸術監督。妻の大野由里子は国際政治を扱うジャーナリストエッセイスト。兄の大野英氏はフランス文学者。1982年民音コンクール第2位。ありがとうございます。